サバレジカのことです。はい、今ですね、僕の新刊が届きました。はい、こちらですね、新刊です。小さな会社の社長さんの簿記の教科書ですね、改訂版ということで、今出版社から届きました、ね。こちらがね、まあ、改訂の前のね本なんですけどね、今回はこちらになります。まあ、ほとんど一緒ですけどね、管理会計編がね、ちょこっと変わりまして、ね、こちらですね、第5章の方ですね。これはちょっとね、これ管理会計ってやつがね、加わりましてね。ここがね、まあ、僕の、まあ、10年間のですね、ノウハウが、ね、今までね、まあ、これ10年前の本なんですけどね、これから10年経って改訂版をね、書かせていただきましたけどね、詰まってますからね、こちら第5章の方にね、詰めておきました。ね、はい、ということでね、今回はですね、こちら、ね、改訂版が届きました。はい、これをですね、まあ、引き下げてというかね、まあ、これインボイスのこともね、書かせていただきましたのでね、特にインボイスですね、特徴はね、インボイスが導入されたらですね、中小企業はどのように影響があるのかっていうのをですね、こう具体的にですね、まあ、書いてある本はあることあるんですが、ただね、じゃあどういうふうにすればいいんですかという打開策ですね、それをね、書いてある本はなかなかちょっと見当たらなかったもんですからね、ちょっと僕はね、今回書かせていただきました。はい、ということでね、ぜひ、中小零細自営業でですね、インボイスでですね、導入されたらちょっとやばいかなと思ってるあなたですね、もしくはですね、中企業でもですね、ちょっと会計のことがね、ちょっとなかなか苦手でね、後回しにしているんだよっていう社長さんですね、あなたですね、はい、ぜひね、僕のこの本でね、しっかりと勉強していただいて、ね、会計に対するですね、アレルギーをね、払拭してみてください。ね、でもちろんね、全国各地に僕ね、講演、セミナー行ってますからね、ぜひ、ね、お呼びしたい方はですね、僕の方にね、お問い合わせをしてみてください。ね、全国どこでも講演行きますからね。はい、では以上です。